酸素検出調査総合センターの吉川と申します。今日は、コス工事オープンデータと地質図というタイトルで、話をさせていただきます。でもうですね、最初にちょっとお詫びを申し上げますが、タイトルではコス工事というのが一番最初に来てますけれども、本日の発表の要点はほとんどの部分がこの3位にあります地質図というもののお話になります。というのも、酸素検出調査総合センターでは全国の地質図というのを制作しておりまして、今それをウェブを通じた配信に力を入れているところなので、そのご紹介をさせていただければと思います。要点はですね、ここにあります3つ。1つはライセンスが変わりましたというご紹介と、でも皆さん多分地質図ってよく知らない方が多いかと思いますので、それのご説明、そして最後に、それをじゃあ使ってみましょうというご提案になります。はい、じゃあまず最初のライセンスの話なんですけれども、この10月に、うちの役所の方もですね、政府標準利用規約というのに、移行いたしました。それまでは CC ライセンスなんですけれども、これによってですね、それまで地質図に関しては改変禁止の CC ライセンスだったのが、出展を明示していただくことで改変を含む自由な二次利用が可能というものになりました。あ、皆さん CC by 4.0 の互換だと言った方が数字がいいかと思うんですが、大変使いやすくなったというのが一つ、ご紹介です。これによりまして、今まで ND でした地質図も改変が可能になりました。削ってもいいですし、加湿しても構いません。好きな地質図に作り変えることができます。で、もちろん公開したり共有したりということも可能になります。ついに地質図も自由になったんですよということなんですが、多分ここまで言ってもあまり皆さん熱狂がないんじゃないかと思います。多分感想としては一番下のところなんじゃないかと思いますので、そちらをちょっとだけ。はい、地質図ってご覧になった方あまりいないかと思います。これがですね、紙で印刷されている例ですけれども、まあ要は地図の一種なんです。ちょっとね、カラフルですね、いろんな色が塗られているというのが、他の地図とちょっと違う特徴になります。で、まあ、地図の一種といっても、普段皆さんが見ている地図って大体こういうものですよね。地理さんの標準地図をちょっと拝借してきましたけど、阿蘇の例ですが、東高線があって道路があって、地名があるような、これ地図といえばこんなものを思い浮かべると思います。で、一方こんなですね、色がついているといえばこういう色がついているものを思い浮かべると思います。これは、色別の構図を重ねたものですけども、地図帳なんかでもね、よく見ますよね。で、地質を重ねるとこんな風になるんです。これは多分見たこと皆さんないですね。学校の地図帳にも出てません。出てないと思います。ただこれは実は地質って、これが地質って書きましたけど、地理さんの地図と重ねてます。ですので、正確に言うとこちらです。これが本当のその地質図というものになります。非常にカラフル、いろんな色がついています。絵の具こぼしちゃったのがいいっていうような感じなんですけれども、この色の違いがそれぞれ地質の違いを表しているという地図なんです。地質の違い、それって何だろうというと、土地の性質なんですが、そこがどんな石や地層でできているか、あとそれがいつできたか、この2つ、何でできているかというのと、いつできたかというこの2つを基準にした区分がなされているのが普通です。で、地質図、一体どういうふうにいいことがあるのって言いますと、一つはですね、そのものズバリですね、その土地の性質がこれによってわかります。そこが何でできているか、結構場所によって違います。昔火山があったんだよとか、昔海だったんだよとかですね、今は陸になってるけどねとか、そういうことがわかります。で、あともう一つ、時間の情報を持っていますから、実は履歴がわかるんですね。今昔の話ちょっと言っちゃいましたけども、過去にここがどんな経緯をたどってきたか、この土地がですね、その場所場所がどんな歴史を持っているかという履歴を知ることができる、そういう地図なんです。で、そういう履歴を知るということは、実は未来を予想するということにもつながります。
過去の履歴というのを正確に、知る、詳しく知ると同時に現在の状況を正しく知っておけば今までのこう経過、経緯が分かりますから、それってそのまま未来の予測にもつながるわけですね。まあ、この右側、左側の例ですと、どうもこっち側のこの図でいくと右側の部分がずっと長い間沈み続けてますね。あるいは、右側の図でいくと活断層、断層がありますね。でも一番新しい地層も切っちゃってるし、ということはまだこれ動くかもしれないよね。そういうところが分かる、そういうメリットがあります。で、まあ、ただ地質って通常は見えません。日本の場合特にですね、植生が非常に濃いですから。ですので、見えないところをどうやって書くんだいというと、実は地質って一言で言っちゃうと解釈図なんです。証拠、要はですね、データがあるところを探して歩いてそのデータを収集します。で、データがないところはもう推測するんです。しょうがないです、もうないものはしょうがない。で、その時にその最新の学問のですね成果を応用します。ですから、その時の学問分野の知見というのは非常に重要で、実は学問と解くとともに進歩、進化しますから、場合によってはですね、地質図も昔解釈した結果が違ってしまうということもあり得るんですね。で、まあ、同時にこういう、作業を繰り返さなきゃいけませんから、地質図を作るのって結構手間も時間もかかる、そういう地図なんです。はい、少しは興味を持っていただけましたか。はい、じゃあ、ですね、せっかくですね、データが無料で今配信が始まってますし、申請も不要になりました。で、まあ試してみても損はないですよね。WMS も今配信始まっておりますので、その例を一つご紹介したいと思います。はい、これはですね、こんな例もできますよということです。観光地図、いかがでしょう。ですね、地理院さんの標準地図とそれから国交省さんのポイントデータを、観光地として、まあ今これ奥日光をピックアップしましたけど、そこにまあこれやっていいやという感じで地質図も重ねてしまった例です。随分ですね、やっぱり普段見る観光地と違うかと思いますが、まあ具体的に重ねるとこんなことになるんですね。で、何が分かるかなって言いますと、例えばこれど真ん中なんですが、男体山というこれ火山があります。これ実はベクトルのデータの地質図なので、プチッと押していただくと情報が取れます。いつ頃噴火した火山だっていうのがそれで分かるということになってますが、実はこの火山があって、ここの湖がある、火山ができちゃったことで湖がせき止められてできたんだなというのが分かるんですね。湖のほとりにただ山があると、そういうわけでは決してなかったということが分かります。で、実は奥日光って、他にも大なり小なり同じような例がいっぱいありまして、それも地質図を使うことで、割と一目瞭然よく分かるという例はいくつもあります。それからもう一つ歴史が分かる、先ほどもちょっと言いましたけど、例えばですけど、この黄色っぽいところをピシッと押していただくと年代が出ます。こんな年代で、隣の赤っぽいところをピシッと押すと今度はこういう年代で、南大さんのピンクはこういう年代、っていう感じです。実はみんないっぺんできたかと思ったらそうじゃないんですね。こっちの方は古くて、だん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 こっちに来たという様子も地質図を使っていただくとすぐ分かるです。次に、そうするとね、ここまで来れば次にもし火山ができるとしたら、ね、どこにできるかっていうのもなんとなく想像つきます。はい、15万年ぐらい経ったらもう一度見てください。はい、というわけでですね、地質図も今そうやって、単独ではなかなか使いづらいです。ですので、組み合わせあるいは重ね合わせというのを、普通には必要とします。それが実はアイデアの見せどころですよねということですね。で、それによって、新しい発見ですとか、新しいもしくはビジネスにつながるかもしれません。今の観光地図はちょっと、あまり
実現が可能性があるかどうか分かりませんけれども、まあ、その一例だったわけなんですが、まあ、そういうのがロケーションインテリジェンスとか最近言われるようになってきているというのは、まあ、去年のこの大会で、教えてもらったんですが、まあ、ぜひ地質図もそういうですね、一つの素材として使っていただければと思います。で、まあ、組み合わせといいますとやっぱり今もう何度も他の講演でも話が出てきてますけども、いろんなデータが組み合わせが可能だったんです。それはやっぱオープンデータというのがですね、ここ数年で随分進みまして、おかげさまでその国ですとか自治体ですとか、まあ、その他のデータがいろいろ使えるようになってきております。ですので、まあ、例えば地図の例今出してますけども、地図だけでも決してその一つじゃない、いろんなデータをいろんな地図と組み合わせて使うことができるようになります。産総研でもアスターのです、ね、イメージとかなんか出しておりますので、こういうのも、まあ、ぜひ使っていただければと思います。ただしせっかくここまでいろいろ持ち上げてきたんですが、ちょっと注意点も実はあります。まあ、なかなかその、申し訳にくいんですが、実はですね、大縮尺の地図ってなかなか整備が追いついてない状況っていうのがどうしてもあるんですね。ですので、ひょっとすると使いたいなと思う地域の希望の地質図ってないかもしれない。あと、とっても古いこういう場合があるかもしれない。あと、間違ってるかもしれない、そういうリスクも実はあるんです。先ほどの学問の地域を話しましたけど、古い地図ほどそういうリスクが時々あります。まあ、ちょっとですね、言い訳はいくつか、させていただいてますけども、まあ、そういうわけで希望に添えない場合がひょっとするとあるかもしれない。じゃあどうしましょう。使いたい地数ないよですね、まあ選択肢はいくつかあると思うんですが、まずもうやめちゃおうと、ね、皆さん忙しいですし、天下統一も待ったなしですので、はい。で、まあ、2番目ちょっと言いますと、ひたすら待ってようかなっていう人ももちろんあると思います。そういう気持ちはわかります。まあ、結構大変ですからね、それもね。でもこの際、どうせなら2番目をですね、考えてみませんかというのが、ちょっと私からのご提案です。ということで、オリジナル地質図のすすめ、自分で地質図作ってみませんかと言っても、まあ、いきなりですね、ゼロから始めるというのは非常に大変です。これは、まあ、作ってる私たちも実感してますので、そこまで最初から、求めるというつもりはあります。で、まずは改変から、既存のものをいじってみるとこからいかがですかということですね。その時に先ほどのライセンス改定というのは非常に味方になるわけです。改変してよいという変更がこの10月になされたわけです。だったらもう遠慮なくやっちゃうということで、はい、お待たせいたしました。ここでホスフォージーがやっと出てまいります。はい、地質図クッキングのコーナーでございます。ですね、まずは素材が必要ですね。うちのウェブサイトに来ていただけますと、ダウンロードというところがいくつかのデータベースがあったり、あとカタログっていうサイトがあるので、そこからもデータはダウンロードできます。そうしましたらもうあとはお好みのホスフォージーのツールを使っていただいて、これは見慣れた休日の画面ですけども、それでクチクチとやっていただくと、まあ位置を直したり、それから新しい地物を追加しちゃってもいいですし、まあ、場合によっては一層隣とくっつけて、ね、簡略化しちゃっても構いません。はい、もう自由なんです。で、あとはもう思う存分使っていただく、ね、見慣れた黒い額縁に入ってるんじゃなくて、これは見慣れないタブレットで使っているというイメージでございます。で、まあ、場合によってはそれをこうシェアして公開していただいても構わないです。一人で楽しむだけじゃないです。ですので、こういう感じでどんどん地質図を作って楽しんでいただけると思います。じゃあ改変って、じゃあ例えばこんなことやるっていうとですね、大きく2つ多分モチベーションとしてあると思うんですね。俺ここ知ってるよっていう情報があるから。で、今公開されてる図面ちょっと違うんじゃない。それからもう一つ、長縮尺だったらあるんだけど、拡大するとずれちゃうんだよねっていう場合、2通りあると思うんですね。で、実は長縮尺の地図ですと全国あるんです。ですから、それを直すっていうのは非常に現実的なやり方かなと。ここに出てる地図は実はこれちょっと有名な某とある湖の絵なんですが、
今20万分の1というスケールで地質図が出てますと、こんな形になってます。ハートがブレイクしちゃいました、はい、ということなんですが、実はこれ知ってる方は知ってると思います。一部分は橋なんですね。これ実態とちょっと違うんです。あまり大きく言いますけど、だからエイヤと直しちゃいました。めでたくハートは一つになるというお話なんです、ね。まあ、何か愛の表現をしたいときに、使っていただければと思いますが、あまりおすすめはしないあと5分です。あ、はい、ありがとう。はい、じゃあ、ポス法人つながりにですね、実は成り行きなんですけども、うちのところでも GitHub この夏から始めております。まだおそらく多くの方は知られて、ないと思いますけれども、今リーフレットの改良版、ゲットフィーチャーインフォ対応版とオープンレアズ3での地質図表示の例というのを公開しておりますので、最後にこれをちらっとご紹介させていただきます。一つがこちら、リーフレット改良版、見慣れたリーフレットの画面のどこかで、地質図が表示されているどこかでプチッと押していただくと、そこの情報がこうやって取ることができるようになります。で、これは実は別途プロジェクトというですね、ライブラリを必要とするんですが、これと公開中のこの JavaScript を使っていただければどなたでも実現することができますので、よろしければご検討いただければと思います。それからもう一つ、こちらついこの前、今週ですね、今週公開になりました、オープンレイヤーズ3の場合ですけど、これも同じようにきちっと押していただくと情報を取ることもできます。と同時に、売りはですね、この表示絵ですね、絵がですね、お分かりの方はお分かりだと思います。レイヤーの混合モードを、乗算の混合モードを可能にしております。この左の下にちっちゃくマルチプライドを出ているのがそれですね。ですので今までになかった鮮明な地図画像を得ることができる。で、現在これの、HTML の形で、サンプルを GitHub に置いておりますので、よろしければぜひご利用ください。はい、ということでまとめに入ります。タイトルのありましたこの3つですね、 POS4G、オープンデータで地質図と、とにかく今いろんなデータが使える時代になりました。ですので、これらを組み合わせましてオープンイノベーションの花をぜひ皆さんで咲かせていただければと思います。で、その際にぜひですね、その地質図も選択肢の一つとして考えていただければということです。何しろその解釈図なんです。ですからいろんな解釈があっていいと思いますし、これからそうやって皆さんで使っていただくことで、地質図の理解もまた広まってくるんじゃないかなと期待しています。あと本当に最後ですけども、ポス法人には大変感謝しております。うちの地質情報発信システムは、非常にたくさんのですね、ポス法人によって支えられて運用ができております。で、実はその進化の恩恵というのも毎年のように受けておりまして、先ほどの、ビワの例もそうですけども、私どものシステムの一部としてですね、なくてはならないものになっております。ということで、引き続き、地質図をはじめとします、私どものサービスですね、ぜひよろしくお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございます。何か質問は、はい、じゃあマイクを、はい、川島と申します。発表すごい面白かったです、ありがとうございます。質問というよりも要望なんですけれども、はい、今地質図というのは2次元ではなくて3次元もあり得るんですか？そうですね、もともと地質って3次元なわけですね。地球をいかに、表示するかということですの で、それに時間の軸がつくので本当は4次元になるんですが、皆さん3次元で今ものを見せる、プレゼンするというのは普通になりつつあります。で、ビューアーとしてですね、セシウム、チリンさんはじめとして使っていらっしゃるセシウムを使ったビューアーというのも今すでに始まっています。ですのでだんだんそういう使い方が出てくると思っています。ただですね、今のところ地形のデータを組み合わせた地表の 3D なんです。
地下を含めた 3D っていうのは実はまだ開発途上でして、でもだんだんそういう、まあ、データはですね、なるべく現実に近い形で表現していきたいとは考えています。データはあるんですか？ですね、それはあるものはあります。公開していいかというとちょっと考えないといけない。そうですか、はい、ありがとうございます。はい、はい、他に質問、では私の方が前。大変面白く聞かせていただきましたけれども、知識ではなくて、断層だけのデータ配信とかってないんですか？はい、断層はですね、現在のところ配信というのはしていないんですね。で、固有のデータベースがありまして、それを閲覧していただくという形では、ご利用することが可能です。ただ、ご要望が高いのは担当の者も分かっておりますので、そういう声にいつかは、お答えすることができるようになるんじゃないかと期待しております。僕もちょっと期待してますので、わかりました。はい、お伝えしたいと思います。はい、他になければ、よろしいですね。はい。ではどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。